はい、今日はね、ラーメン角にやってきました。角のね、ラーメンはね、まあ、家系ラーメンのね、もうまんまです。ニンニクをね、たっぷり入れて、ごぼうもいっぱい吸って、ここら辺はね、お好みで楽しみましょう。この店ね、結構ね、ファミリーに優しくてですね、個室があったりですね、大きなテーブルがありますので、あとね、駐車場もね、割と、席以上のキャパがありますので、安心して家族で食べに来れます。ではね、まずね、スープの方行ってみますかね。まあ、その前にちょっと、スープですね。このスープはね、割とね、ちょっと濃いめなんですけど、まあ、美味しいですね。この麺ですね。相変わらずちょっと麺が、まあ、短いっていうかね。個人的には、まあ、もうちょっと長い方がいいかなと思うんですけど、麺がね、本当にツルッとして、麺自体はすごく美味しいです。チャーシューもね、これ、すんごい箸で切れてね、すんごい柔らかいんですよね。食べると、また美味しいんですね。もっといっぱいチャーシューがあったらもっといいんですけど、次に来た時にはもうチャーシュー、ロスのせ、食べたいと思います。でね、ラーメン、角さんの、ラーメンの温度なんですけど、まあ、そこまでね、高くないと思います。今ね、家系ラーメンといえば、やっぱ海苔がついてるっていうところですね。なんか人参の、ちょっと酢漬けっていうか、ちょっと柔らかくしたやつが乗ってます。これ意外と美味しかったです。で、これね、ちょっと自分不思議なんですけど、家系ラーメンってなんでね、海苔があるのかっていうところは結構味噌ですよね。誰か知ってる人いたらコメント書いてくれるとありがたいです。いやね、ちょっと、この、角さんのもう一つ残念なポイントは、削り粉があるといいんですけどね、これに、味玉はね、めちゃめちゃ美味しくて、箸でこう切るとね、中半熟ですんごいいい感じなんですよ。これがね、めちゃくちゃうまい。味玉は必須ですね。削り節がちょっとあったらもっとよかったかなと自分は思っています。置いてほしいな。はい、それではごちそうさまでした。また、来ます。最後までご視聴ありがとうございました。絶対にね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、よろしければ、評判がよければね、違うラーメン屋さんも紹介したいと思います。それじゃあ、さよなら。